こんにちは、東北キリタンと申します。この日はまだまだ残暑が残っている日。あちんじゃ、お、こやつはちょっと色黒な、目立つ子。いろんなところに生えてるから皆さんも見たことあるかな。とりあえず調べてみましょう。ポチポチ、ふむふむ、なるほど、やはりこの子はヤブガラシさんです。ヤブガラシはブドウ科ヤブガラシ属。ブドウ科かいって思ったけど、このつるの感じは確かにブドウですね。果実も同様にブドウっぽい黒いたまたまが実るそうです。ただし激しく渋いらしいので食塩らしい。ガルシン、名の由来はヤブを枯らすほどの繁殖力なのでヤブガラシ。ウィキペディアに書いてあったのですが、ヤブガラシに対して同種と他種の植物を用意してどっちに巻きつくか検証する研究をしたそうです。結果、他種の方に巻きついたそうです。名の通り本当にヤブガラシなのですね。すごい殺意かつ頭の良い子なのだ。またヤブガラシさんは去年の夏にも紹介しました。今回もサクッと食っていくか。というわけで今回も少しばかり積んできちゃいました。でへへへ、前回取った時は冷ややっこで食べました。ヤブガラシは辛みと粘り気があるので薬味みたいに使えます。今回は前回リスペクト、形状を変えて白和えでいきます。豆腐さんはあらかじめ水分取りましょう。ちょいと放置、そい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 、これ面白くて瞬時に赤から緑色に変わります。わかめなどと同じく熱で赤の色素が壊れるからかな。何はともあれ綺麗でうまそうだ。お醤油、蜂蜜、ごまま、あとは豆腐をぶっ壊しながら加えます。適当に混ぜて、これにて完成。緑と白、いい色合いだ。分量はこんな感じでした。では早速いただきます。お、ヤブガラシさんネバネバがあってうまいです。前回は豆腐の上に乗せただけだったのですが、今回は刻んで混ぜ混ぜしたので粘り気がさらに出てます。同じ食材でも楽しみ方はいろいろあるもんだ。そしてピリッとした辛みがやはりあります。これがまた薬味のようで良きアクセントなり。夢、また今回も皆さんの野草キリタンツイートを紹介します。今週もツイートしてくださった方がいて嬉しい気持ちになりました。みんなと楽しめるのが一番ですね。まずは安藤さんのツイート、この前の梅雨草動画を見てくれて見つけてくれました。みんなも探せ。世はまさに大野草時代。次は山下さんのキノコツイート、ノウタケ初めて聞きました。見た目通りしめじっぽいはんぺんの味とな、気になる。とりあえずプニプニしてそうで可愛いのである。お次ユーリーさんから、山芋のムカゴ、お芋と同様ムカゴもホクホクなんですね。おやつとしてポクポク食べてしまいそうな形じゃ。そして最後、全国準優勝大会準優勝会長さんより、そうそうたるハーブさんたち、ジェノベーゼが特にうまそう。構想があると飽きずに美味しく食べられるのよね。バジル大好き。
というわけで、来週もみんなの予想キリタンツイート待ってます。また見に行きますね。それと、前回の動画でもたくさんのコメントやマイリス、報告ありがとうございました。というわけで、今回も広告してくださった方たちを紹介します。いつも嬉しいですよ。ふふ。また、何か面白いものを見つけたら皆さんに紹介しますね。待っててね。じゃあ、またね。